僕ね最近エーペックスをやっててすごい思うんだけど、やっぱエーペックスっていうのはさ、ランクっていうのがすごい重要なわけじゃないですか。そのランクがね、何色に輝くかで人権剥奪されるか人権を取得するかっていうのがね、決まるくらい本当に大切なものだと思うんです。だから僕もねランクっていうのはいち早く上げたいと思うんですけれども、エーペックスやっててもね、僕ねランクマがねちょっと全然できなくて、あちなみに僕今ブロンズなんですけど、ランク上げたいなって思うんだけどさ、このマップはマジやる気大きい、このマップマジで俺嫌いなんですよね。とか普通にこのストームポイントがね好きっていう人は結構多分何らかの精神病持ってると思うんですけど、このマップねいち早く変えてほしいなっていう風に思うんだけど、みんなこれどういうモチベでこのマップを遊んでんの、ちょっとそれをねコメント欄で教えていただきたい。ちょっと俺さすがにね、俺このマップを遊ぼうっていう気になかなかならないんですよね。ということで、じゃあ今回もねクイックペレでやっていきたいなという風に思います。よろしくお願いします。さあということでやっていきますか。キアちょい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 ちょーい、ちょっと待ってくれー。ちょっと、え、どうした、ん、ね、これ、ぶっ壊れてんのかな、これ。ちょ、ん、あれ、すいません、ん、不良品ですか、これ。んで、これもう一人、最後に入ってくみたいな奇跡は起きないと。はい、終わりです、このゲーム。はい、ということで、世界一のクソゲーをやっていこうかなというふうに思うんですけれども、まあ、ちょっと、一人、僕だけ取り残されちゃったんで、ちょっと余り物なんで、だからこういうさ、ゲームでもさ、こういうふうな余り物扱いされるのはマジ嫌なんだよな。やっぱね、ほら、学校とかでも俺陰キャだったから、授業でさ、はい、グループ作って、話し合いましょうみたいな、ディスカッションしましょうみたいなさ、時間の時も俺も余り物、もう終わりですよ。もう罪ですよ、ほんと。ゲームオーバーって感じなんだけど、ゲームの世界でもこれやられたら、もうたまったもんじゃないね。ということ、うわ、敵いんじゃん。ちょ、待って、じゃあこっち行くか。もう、ダメだ、もう。いや、無理だよ。一人で戦うんだったらもう無理だよ。早速、陰キャ行動していこうと思うんですけれども、いや、今回ね、こんなね、暗い話をね、しに動画撮ってるわけじゃないんですよ。いや、今ですね、絶賛、ツイッターでね、パッド勢とキーマウ勢の論争が起きているということで、まあ、今回はちょっとその件について、触れていこうかなというふうに思います。つってもね、FPS 老害みたいな、僕みたいなこう FPS 老害みたいな人はね、お前ランケースの話すんなよみたいな感じでね、本当になんか切れたくなっちゃうんですけれども、まあ、今ツイッターのトレンドとかにもね、なんかキーマウゼとかなんかエイムアシストとかっていうのが乗っかるぐらいすごい話題になっているんですよ。で、なんでね、またこうやって話題になってるかっていうと、これおそらくなんだけれども、俺が調べた感じね、オーバーウォッチ2がまあ関係しているんですね。ほら、オーバーウォッチ2ってさ、まあ、最近ね、リリースされたばっかじゃないですか。で、そのオーバーウォッチ2にもね、クロスプレイっていうのが、まあ、どうやらあるらしいんですよ。まあ、要は、PS4、PS5 と、まあ、PC 勢との間でも、まあ、一緒の部屋で遊べますよっていう、そういう機能だと思うんですよ。まあ、最近のゲームとかだとね、もうどのゲームでもクロスプレイっていうのは当たり前のようにね、追加されてるんですけれども、まあ、そのクロスプレイが原因でね、今回ちょっとパッドとか、なんかね、キーマウとかでなんか揉めているっぽくて、まあ、っていうのもですね、そのクロスプレイで、まあ、CS 勢と PC 勢がね、こう一緒の部屋に入りましたと。ってなった時に、PC 勢の方にマッチを合わせるから、まあ、CS 勢のねパッドを使ってるエイムアシストを無効化しますよっていう機能が実装もすでにされてるのかね、これからされるのかわかんないんだけど、CS 勢の人たちがなんでエイムアシスト消すんだよざんなみたいな感じでこうなんかブチ切れてるっていう地獄絵図みたいなこう現象が起きまして、でまあ PC 勢とまあ CS 勢でね、もう本当にね無意味なこう争いが起きてしまったと。オーバーウォッチ2内でそれがどんどん激化していって、Apex にも飛び火したっていうね、なんか知らないけど Apex の方にも飛び火をしてしまいましたっていうのが今回のね一件なんですよ。まあ、そのエーペックス民の人たちがね、なんかエイムアシスト強すぎんで弱点が知るやみたいなね、もうすぐなんかブチ切れていらっしゃるんですけど、まあ私ね FPS 老害からちょっとねこう一言提言させていただこうかなというふうに思うんですけども、このねなんかそのパッドとそのキーマウの争いってもう俺多分ね一生解決することがないというか、もう解決不可能な問題だと思うんです。ドア開いてんだけど終わった。まあ、簡単にね解決されるような問題じゃないから、こうやってねもう何年間もずっとねなんか PC 勢と CS 勢がねまあ喧嘩してるっていう状態が、まあ、続いてると思うんですけれども、でもね俺一個思うのがね、そのさっき言ったねオーバーウォッチ2でそのクロスプレイをする際に、まあ、CS 勢のエイムアシストを切りますと、 PC の方にそのマッチを合わせるから CS 勢のもうエイムアシストはなんか無効化しますっていうのはね、俺はねやめてほしいなっていう風に思うわけですよ。なんでかっていうと、それをすることによってね、 CS
CS 勢の人たちは、まあ、当たり前だけれどもクロスプレイをオフにするわけじゃないですか。で PC 勢っていうのはでも人口がさやっぱさ少ないからさ、CS 勢の人たちがいなくなっちゃったら僕たち死ぬんです。だからそのことをねちょっと運営には分かってほしいっていうか。待って、ここら辺敵なんかいっぱいいるんじゃないか。あ、いるね。待って、いけるか。あれ無理ですよね。ちょっと待って、これ結構逆に喧嘩売ってしまったパターンじゃないかこれ。ちょっとなんか仲良しなことしてるんで、なんか俺も混じりに行こうかな。俺もちょっと逆に混じりに行くわ。行ってきまーす。こんにちは、どうもー、シャムでーす。なんでないっしょお前。おらおら、おい、あ、オッケー、ナイス。ちょっと待って、オッケー、これ解いた、これ解いた、オッケー、ありがとうありがとう、オッケー、よっしゃ、危ねえ。まだなんかいっぱいいるみたいなんで、俺も混じりに行きたいと思います。くさくさ、エイペックスミンみたいな部屋の匂いがする。待って、どこだ、どこ行っちゃったの。おーい、あ、ここら辺にいっぱいいる。あ、いっぱいいっぱいいる。おら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 、オッケー、ナイスかなの。はい、いや強いなお前。はい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 、邪魔なんだけどお前。まあその話を戻すんだけどね、オーバーウォッチ2でそのクロスプレイをする際にね、まあ CS 勢のエイムアシスト切りますよっていうのは俺は反対派なんですよ。つまりね、僕は今現にキーマウでね、FPS を遊んでるわけなんですよ。僕キーマウ勢なんですよ。それでもやっぱオーバーウォッチのそのクロスプレイで CS 勢のエイムアシスト切りますってのは絶対にやんないでほしいなっていう風に思っていて、でまあなんでかっていうとね、まあそれをすることによって PS4 とか PS5 の人たちはさ、じゃあクロスプレイオンにしたら俺たちただなんか損するだけじゃんみたいなね、じゃあオフにするわとかつって、クロスプレイオフにしてゲーム遊んじゃうんですよ。 PC 勢である俺らはね、やっぱそのクロスプレイっていうのはもう俺らのその生命線みたいなところでもあるんですよ。クロスプレイがなかったらマジでマッチングクソ遅くなるし、まあ、下手したらもうマジマッチングしないとかそこまでいっちゃうんですよ。それほど大事なのね、やっぱ俺らからしてみれば。だからそうやってね、 CS 勢のなんかクロスプレイをオンにしてくれてる人たちをこうなんか減らすようなね、なんか動きっていうのはやめてほしいなっていう風に思うわけですよね。でまああとね、まあこれ Apex とか COD とか、まあそれこそ Overwatch 2とかでもね、まあ言われてますけど、まあそのなんかエイムアシスト強すぎだろみたいな感じでね、まあ、キーマウゼの人たちが結構文句言ってたりすることあるじゃないですか。待って、めっちゃいいんじゃん。嘘でしょ、普通にいいんじゃん。びっくりした、当たり前のようにいるからさ。待って、やばい、あっぶね、死ぬ、さすがに死ぬ、おぶね、ガチおぶね。びっくりした、当たり前かのようにいたよ。何してんだあいつ。ちょっと一回シールドセルで回復を挟みながら。まずいな、味方一人だもんなあれ。いやーこれまずい、これはまずいです。普通にどうしよう。待って、一回回復挟もう。二人いるんで一回回復挟んで。いるね、これ戦ってる。あ、違うな、ダウンのやつ殺そうとしてんのか。やばい、オッケー、危ねえ。うふ、やばい、マジやばい。クソ、今の、やば、何今の。着替えんな、お前。ちょっと待って、エンドレスさんだけど、この一応。は？危ねえ。途中、マジ、とんでもないクソ M やっちゃったな。でまあそのついでにね、なんかパッドのエイムアシスト論争みたいなのにもね、触れておくとさ、ほらよくPC 勢の人たちがさ、なんかパッドのエイムアシスト強すぎだろみたいな感じでね、こう文句をタラタラと喋ってる人たちってまあ一定数いるじゃないですか。でなんかそういう人たちに対してこうパッド勢の人たちがね、なんかだったらじゃあパッドつければいいじゃんみたいな感じでね、こう反論しているんですけど、俺はねそのなんか何パッドのエイムアシストがずるいってんだったらパッドつければいいじゃんっていうその解消はね、全くもっと俺さ正解だと思うんですよ。それ正しいと思うわけよ。まあ、だってね、PC 勢である俺らはさ、キーマを使うのかパッドを使うのかっていうのは僕たちがそのね自分で自由に決めれるわけじゃないですか。で自分で決めた結果キーマウっていう選択肢を取ってるわけなんだから、それでなんかこうパッドに文句言うのって俺の方ちょっと違くねえかっていう風に思うんですよね。まあもちろんパッドは強いんだけどさ、だからまた敵んだけど、ちょっと待って、もうこれ無理よ、もうきつい、もうきつい、ちょっと待ってよ、これやばいな普通に。一回落ちちゃったー。はい、ちょ、終わった、マジ終わり、うおほ、終わりー、マジで終わりー。一回回復挟んで、あ、これマジ殺されるな普通に。敵が来た瞬間に速攻で逃げるっていうあれで行こうと思うんだけれども、殺されるんじゃないか普通に。はい、オッケー、まず一人倒して、で、回復して、やばいな、これ。くっそ、全然パッドのエイムアシストについて話せないんだけど。あ、そのまま来たな。いるね。一回も、行くか。うん。突っ込むわ。あ、これガサのまずい。ガサのまずい。あ、まずい！助けて！これ、やばい。殺される。もうこれ逃げるべ。
これも逃げ、行く行く、行きます行きます行きます、逃げ、これ隠れられるこれ大丈夫、救われる、俺救われた命もしかして、あ、救われたな、あ、救われた救われた救われたわ、待って、あそこにも敵いんな、ちょ、逃げよう逃げよう逃げよう、ちょ、これで一回逃げ、あ、そこからアンチ内に向かってくる敵を迎え撃つっていう作戦気球使うのやめようかな、俺やばいんだけど、オッケー、まず1万カット、ちょっと来るんだったら早く来てほしいところではあるんだけど、どうする、あ、いるね、おい、そこで耐えるのしんどいだろ、お前そこで耐えるの絶対しんどいぞ、降参した方がいいんじゃねえかなあ、大丈夫か、待って、俺がしんどくなってきた、これやばい、俺がしんどくね、これ普通にやばくね、あ、なんか一人死んだ、かわいそう、オッケー、Thank you。でもちょっとどこまで話したっけ？どこまで話したっけ？だからその要はさ、キーマル使ってる人たちがね、パッド勢に文句言うのは俺はね、まあ、違うと思うんですよ。うん、まあ、だってね、パッドにね、そのなんかずるいずるい言うんだったら、自分もパッド使えばいいんですから、うん、選べるんだから自分で結局は。っていうとね、なんかね、いやでも PC 勢のそのパッドのエイムアシストと CS 勢のねパッドのエイムアシストは違いからみたいな、もう CS のエイムアシストの方がなんか強いからみたいなね、反論してくる人もいるんだけれども、まあ確かにね、そこだけこう見てみると、なんか CS 勢めっちゃ強くねみたいな風に勘違いしちゃうんだけど、でもさ、PS4、PS5 ってさ、所詮ね、60フレーム、120フレームのね世界で戦ってんでしょ。PC 勢である俺らはさ、普通に200何十フレームとかのさ世界でね、まあ全員が全員そういうわけじゃないんだけれども、でももう上限なしでね、いくらでもフレームレートなんか上げれてさ、PS 勢の人たちとも戦えるんだからさ、そういうとこも含めて考えると、まあどっちもどっちなんじゃねみたいな、うん、別になんか CS勢が特別強いとかっていうのは俺はそれ間違ってんじゃないかなっていう風にも思うんですけど、皆さんはどう思いますでしょうか。まあ、やっぱね、なんか Apex ってさ、すごい定期的にね、もう月1ぐらいの感覚でさ、なんかCS 勢のエイムアシストが強すぎるとかっつってさ、なんかこうプチ炎上するじゃないですか。なんでみんなそんなエイムアシストっていうところだけをピックアップしてなんかね話題にするんだろうなみたいな、そこがねかなりの疑問ではあるんですけどっていうね、まあそのパッドのエイムアシスト論争についてはね、まあ一生解決されることのない問題なんだろうなっていう風には思うんですけどもね、まあ皆さんどのようにね思うかちょっとコメント欄で書いてくれると幸いです。まあでも FPS を長くやってる人であればあるほどね、なんかエイムアシストに文句を言う人っていうのはそんないないんじゃないかなみたいな、もうずっと昔から言われてることだからさね、なんかもう何も思わなくなったっていう、なんかその悟りを開いたみたいなね、そういうフェーズまで行ってるんじゃないですか。てかもう曲の言ってしまえばもうぶっちゃけなんかチートさえ使ってなきゃもう何でもいいみたいな、なんかそういうところもあるんで、なんかチート使わなきゃもう何でもいいよみたいな、うん、僕はそういう風に思っちゃうタイプなんですよね。あそこで戦ってますね、ちょっと混じるか、うん、ちょっと混じりましょう。これはソロになった場合はいかに魚触れるかっていうのがね、なんかポイントだっていう風にちょっとなんか老害のおじいちゃんも言ってたんで、オッケー、まず1枚カットからの、オッケーからのくそ、アンチがいいんじゃん、何しようお前、あ、何しよう、待って、くそ、お前ふざけんな、おい、おい、魚振られた、逆に魚振られた、うおふう、待って、これ、待って、残り敵あと多分ラストだよな、ラストの舞台だよな、回復挟みます、来た、ちょっと待って、いじめ、ね、これ学生時代思い出す、あっぷね、待って、やんのか、お前、やんのか、あー、もう無理や。